海外進出を目指すナンバーアンダーラインアイ、その驚くべき舞台裏とは、ファン必見。ナンバーアンダーラインアイが見せる新しいエンターテインメントの形とは、フライングがファンにとって見たいものだとしたら、その夢を叶えることはアーティストとして当然のことだと思います。特に、東京ドームのような大規模な会場では、建物の構造上フライングが難しいと言われてきましたが、 それでもなお挑戦する姿勢は賞賛に値します。ファンの望みを叶えるために、新旧の区別なく挑戦し続ける姿勢は、多くの人々に感動を与えるものであり、彼らの演出をシルク・ド・ソレイユと比較されることがあっても、それは決して悪いことではありません。むしろ、それは彼らのパフォーマンスが高く評価されている証拠だと思います。ワイヤーアクションに関しては、確かに旧ジャニーズのお箱であり、 その商標権の問題があるかもしれませんが、今の時代においては、同じ手法を使っても、それをどう演出するかによって全く異なる体験を提供することができます。現在の社長である滝沢秀明さんも、キングプリンス時代から彼らを支えてきた演出家としての実績があり、ファンサービスに対する理解も深いです。彼の支えがあってこそ、3人のパフォーマンスが輝いているのだと思います。 特に平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸勇太さんの3人のパフォーマンスは、近畿キッズ世代の自分から見ても驚異的です。彼らが事務所を出たのは、単にアイドルで終わりたくない、夢を叶えたいという強い意志があったからです。彼らの意志を尊重し、その夢を追い続ける姿勢を支えるのが事務所の役割だと思います。そして、その意志を実現するために新たなステージに挑戦することは、 彼らの成長と進化の証です長年ジャニーズファンとして時にはダンスや歌を軽視するようなバラエティーアイドルの台頭に失望した時期もありましたが平野さんたちや滝沢さんがジャニーズのエンターテインメントを愛し受け継ごうとする姿勢に感銘を受けました彼らこそが本家でありその努力と情熱が評価されるべきだと思いますジャニー喜多川さんが築き上げたエンターテインメントの価値を否定するのではなく それを進化させせて新たな形でで見せることが重要です今日本では旧事務所の信者が多く何があっても退所した人々が悪とされる風潮がありますしかし事務所を辞めてもなお同じ業界で活躍する彼らを否定するのではなくその努力と成果を認めるべきだと思います彼らが同じ演出を使うのは過去の経験を生かしつつ新しい視点で再解釈するためです 彼らの努力と才能を評価し、応援することが、ファンとしての正しい姿勢だと思います。実際、ナンバーアンダーラインアイの3人が見せるパフォーマンスは、驚異的なものであり、その人気と立場をゼロから築き上げる勇気と男気は尊敬に値します。彼らが笑顔を絶やさず、弱音を吐かずに前進する姿に、多くのファンが感動し、応援しています。日本のフェスや世界への挑戦に向けて、 彼らの背中を押しながら楽しむことがファンにとっての喜びです三人を批判する声は彼らの成功に対する嫉妬や恐れから来るものでありそれは無知や偏見に基づくものです六人で活動した過去があるからこそ別々の道を歩んでも全員を応援することが大切です何も知らない無知な記事が出回ることは怖いですがファンとしての信念を持ち 彼らの努力を支持し続けることが重要ですナンバーアンダーラインイの3人と滝沢さんは旧事務所のエンターテインメントを世界に持っていきたいという強い意志を持っています平野さんもデビュー当初から一貫してそのような目標を掲げておりそれが旧事務所で叶わなかったからこそ現在の戸部で活躍しています彼らのフライングパフォーマンスを世界の人々に見てもらいたいし その努力と情熱が評価されることを願っています。批判的なコメントは多くの場合、アンチからのものであり、真のファンの声ではありません。彼らの挑戦を見守り、応援することが、ファンにとっての喜びであり、彼らの成功への道を開くものです。私は彼らのファンではないですが、やりたいことを披露し、そのために努力する姿勢を評価します。また、 トラビスジャパンを比較対象に出すことは避けるべきです。どちらも必死に頑張っているグループであり、ファンとしてはそれぞれの努力を認め、応援することが大切です。ナンバーアンダーラインアイや平野さんの記事を目にすることが多くなり、人気の裏には多くのアンチが存在することも事実です。しかし、彼らのメンタルが心配ですが、その強さと努力に感動しています。私はかつて K-POP のファンでしたが、 徐々にその熱が冷め、3年ぶりに好きになったのがナンバーアンダーライン愛でした。楽曲やパフォーマンス、人柄、トークの面白さなど、すべてが魅力的です。今までの経験をすべて手放して新たな道を選ぶことは、一般人でもなかなかできることではありません。彼らの勇気と決断を尊重し、その挑戦を応援することが、ファンとしての役割です。 彼らの演出は過去の経験を生かしつつ、新しい視点で再解釈されたものであり、それが多くのファンに喜ばれています。ファンが盛り上がり、喜んでくれたなら、それは大成功だと思います。批判的な意見は大抵アンチからのものであり、真のファンの声ではありません。彼らの挑戦を見守り、応援することが、彼らの成功への道を開くものです。自分は彼らのファンではありませんが、 やりたたいことをを見せるるめに努力すす姿勢を評価します彼らの努力と才能を評価し、応援することが、ファンとしての正しい姿勢です。これからも彼らの活躍を楽しみにし、その努力を支えることが大切です。n o ーアンダーラインアイの成功を願い、その挑戦に対して最大限のサポートを続けたいと思います。日本のフェスや世界への挑戦に向けて、 彼らの背中を押ししなががらら楽しむこととファンにとってのの喜びです彼らの努力と才能を評価し応援することがファンとしての正しい姿勢ですこれからも彼らの活躍を楽しみにしその努力を支えることが大切です n o ーアンダーラインアイの成功を願いその挑戦に対して最大限のサポートを続けたいと思います日本のフェスや世界への挑戦に向けて 彼らの背中を押しながら楽しむことがファンにとっての喜びです。彼らの挑戦は単にアイドルとしての枠を超えたものです。彼らが追求しているのは自分たちの夢を実現し新しいステージで輝くことです。そのために過去の経験や技術を活かしつつ新しいアプローチを模索しています。例えばフライングのパフォーマンスもその一環です。 これはただの演出ではなく、彼らの想像力と努力の結晶です。フライングは確かに旧ジャニーズのお箱であり、そこでの経験を生かしていることは否めません。しかし、それを新たな形で再解釈し、現代の観客に新鮮な驚きと感動を提供することができるのは、彼らの才能と努力のおかげです。彼らが同じ演出を選んだのは、過去の成功体験に基づくものであり、 それを超える新しい何かを提供するためのステップです。彼らのパフォーマンスは、ただの模倣ではなく、独自の解釈と新しいアイデアの融合です。その結果、観客は以前とは異なる感動を味わうことができます。例えば、平野翔さんのフライングパフォーマンスは、彼自身の表現力と技術の進化を示すものであり、観客にとっては新たな驚きと感動を提供します。また、 彼らが海外進出を目指していることも注目すべき点です。国内だけでなく、世界の舞台で活躍することを目指し、そのために日々努力を続けています。彼らの夢は、ただのアイドルとしての成功ではなく、エンターテインメントの新しい形を作り出すことです。そのために、過去の経験を生かしつつ、新しい挑戦を続けています。ファンにとって、 彼らのこうした挑戦と進化を見ることは大きな喜びです。彼らのパフォーマンスが新たな形で表現されるたびに、ファンは新たな感動と興奮を味わいます。彼らがどんな困難にも立ち向かい、常に前進し続ける姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えます。